シドニートレインズ T 型電車は、オーストラリアのシドニートレインズが所有しシドニーの観光列車に用いられる2階建て電車。中距離列車用に製造された G 型電車と共にタンガラの愛称を持つ。1964年に登場したタロックリミテッド製の2階建て付随車以降、ニューサウスウェールズ州の電化路線には2階建て電車の導入が続き、 電化開業時から活躍していた一階建て電車の置き換えが進んだ。だが1980年代半ばになっても、手動扉を有する車両や自動扉の W 型電車が多数残存しており、それらの置き換えが課題となっていた。そこで当時ニューサウスウェールズ州の鉄道を所有していたニューサウスウェールズ鉄道は、 オーストラリア建国200年となる1988年を目標に革新的な要素を多数盛り込んだ新型2階建て電車を導入するプロジェクトを立ち上げた。1985年5月に買い付け入札が告示され、公募により決定したタンガラという愛称も同時に公開された。先に講述する車体デザインのコンペティションが行われ、そこで決定した車体デザインをもとに、 国際入札が実施された結果後に南日本車両製造、三菱電機、東芝の日号各社による企業連合が落札し、最初の編成は1987年12月に完成した。クワイアター、スムーサー、モアコンフォート、セキュリティという4つの要素を満たす、世界のどこにもない近未来的な電車というコンセプトの元タンガラの車体デザインは、 国際規模のコンペティションにより選定された。オーストラリア国内のみならず、フランスやデンマークなど、計35社から応募が行われ、最終的に、イギリスの DCA デザインが手掛けたデザインが採用された。各部にガラスが多用されているのが特徴で、前面や上高扉の窓が、それまでの車両から大型化しているほか、2階部分の窓は屋根にまで及んでいる。 また騒音抑制やデザインの強調などの理由から台車部分を含めた車体下部はスカートで覆われている。車体の製造はオーストラリアの鉄道車両メーカーであるゴニナンが担当しており、車体と使用機器が一体化したモジュール構造を用いることで製造時や修繕時の簡素化が図られている。編成は4両固定編成で2本をつないだ8両編成での 運用も可能である。T 型の座席配置は1階建て部分はロングシートである一方、2階建て部分は C 型電車で採用された集団離反式配置の固定式、クロスシートとなっており、着席定員ができるだけ多くなるよう設計されている。先頭車の運転台後部にある乗降扉付近は T 型、G 型ともに座席がなく、車椅子や自転車が 設置可能な空間となっている。主要機器は1968年以降シドニーの近郊2階建て電車の電気機器の製造を行っていた三菱電機製のものが引き続き採用された一方、補助電源装置の製造は東芝が担当している。制御装置は C 型電車で初めて用いられたサイリスタチョッパ制御方式が再度採用され、広範囲の制御を可能にするため、 主電動機は分巻電動機方式を用いている。また、高速運転時のブレーキ性能を向上させるため主、電動機電気主回路に直列に抵抗を挿入するシステムを採用することで回生ブレーキ領域が拡大しているほか、回生負荷の不足や回生執行などの事態が起きた際には、発電ブレーキ直波を動作させることで不足した負荷を電気ブレーキ抵抗で補うことができる。 これにより、空気ブレーキの使用頻度減少などによる保守作業や費用の削減が図られている。なお、床下に十分な空間が存在しないことから制御装置屋根上に配置されており、狭い空間に設置するため機器の小型化などの工夫が施されている。台車は日本車両製造が手掛けたボルスタレス構造のものを採用し、 円水積層ゴムをバネに用いることで騒音の軽減や軌道保守量の軽減などに貢献している。これらの機器の制御や監視、試運転時の故障診断に加え、運用時の行き先表示の設定、車内放送、乗務員や運転指令基地との通話などの機能は、車両情報管理装置によって一元的に管理されており、情報は運転室に設置されている。 ディスプレイ装置で確認することができる。また多量の情報を編成内で伝送するため、ツイストペア電線1本を用いて、車両間の情報伝送を行うデジタル伝送方式が用いられている。近郊路線に導入された T 型と中距離路線に導入された G 型には、以下の相違点があった。T 型の最初の編成は、21世紀の電車、といううい文句のも 1987年12月10日にシドニー中央駅で一般に公開された。その後1988年1月まで各種試験が行われ、同年4月から営業運転を開始した。以降は旧型車両の置き換えや輸送力増強を目的に計368両が製造され、1993年11月をもって、 シドニーの1階建て近郊電車は営業運転からすべて引退した。その後は1994年から1996年にかけて中距離路線向けである G 型の製造が行われている。導入以降に実施された主な改造は以下の通りである。H 型、オスカーの増備に伴い2009年から2010年にかけて G 型のシドニー近郊路線への転属が行われ。 トイレの撤去及び1階建て部分のロングシートの設置、手すりの交換などの改造を受けた上で D 型に編入された。ただし2階建て部分の転換式、クロスシートはそのまま損置されている。T 型の最初の編成が登場して20年以上が、経過した2010年から2011年にかけて、全面や上高扉が M 型ミレニアムや H 型と同様の黄色に塗装されたほか、 座席のモケット張り替えや手すりの交換など内装の更新工事も合わせて実施された。また2014年以降は老朽化した機器や空調装置、乗務員用乗降扉、運転台の交換などの更新工事が行われている。なお2013年には一部車両の2階建て部分における座席配置が試験的に変更され、1両は2プラス2配列のクロスシートに もう一両はロングシートに改められたが、同年中に元の座席配置への復元が行われている。ありがとうございます。